さあこんにちは、スイコカワ太郎のゴム手です。はい、こちらね、モナとモヘアの引き揃えで編んでいるセーターの袖の部分です。はい、袖編み上がりました。で、この袖はですね、袖山なしのこのね、まっすぐな袖になっています。ここね、ずんぐりしたまっすぐの袖になっています。本当だったらね、こうカーブをつけて袖山をつけるんですけれども、もう簡単なつけ方にしたいですので、こんな風にしてみました。ではね、まずやっていくことは、このね、袖の脇の部分ですね、ここをかがっていこうと思います。ではね、ちょっとやっていこうと思うんですけれども、使うのはとじ針使っていきます。で、とじ針に、だいたいね、編み地とよく似た感じの色調の糸用意していただいたらいいかなと思います。まあこの編み地だけでもグリーンっぽいところ、紫っぽいところ、淡い紫っぽいところ、いろんな色があるんですけれども、まあね、濃いところで合わせていただいたらいいかなというふうに思います。はい、では、針の方に糸通しておきまして、でもう最初この辺何目かちょっとね、もう塗ってるんですけれども、縫い方としましては、以前にベストの脇のところを縫ったやり方とかがったやり方とね、同じようなやり方でしていったらいいかなと思います。この編み地の際のところに針を入れていただいて、2つ目が針にかかるようにして引っ張ります。はい、そして今ここからこれね、糸出てますよね、かがってる糸、この同じ穴に針を入れます。そして、ちょっと探っていただいたら、ここね、ちょっとややこしいですが、これとこれ2本糸がかかるようにして、横にね、渡っている糸が2本かかるような感じで引き抜いてやります。はい、そして先ほど糸が出たところね、この縫っているこの糸が出ているこの穴に針を入れて、こう探っていただいて、横に2本糸が渡るようにして、針引き抜いて糸を引いてやります。ちょっとね、引き締めるようにしてね、縫っていくと、うまく縫い合わさると思います。ここですね、ここ横に2本糸が渡るようにします。大ショック、今だいぶ喋ったんですけどね、撮影ができていなかったです。わー、大ショック。じゃあもう一回同じこと喋らないといけないのかな。もうこういう時ね、一人だとすごい、なんか、誰もツッコミ入れてくれないので、すごい寂しい。まあしょうがない、もう一回喋りますね。はい、今日はね、昼から会議の方行ってきました。で、一つの、大きな、プロジェクトが、大体ね、まあ、完了したかな、ということでして、年明けに、100人ぐらいの方招いてのパーティーみたいなことをしようという話になっておりまして、私は、年明けてからのことなんですけれども、買い出し係ね、仰せつかりました。当日はね、受付なんかもさせていただく予定になっております。だからですね、明日はまたね、また別の会議がありまして、昼からそれ出かけないといけないことになっております。でね、朝から畑の方ね、もうそろそろ豆の苗をね、植え付けたりしないといけないっていうことでね、早く植え付けないと、豆の苗、せっかく育ってきているところに霜が降ってしまうとね、霜で焼けてしまったらいけないので、早く植え付けて、この冬の寒さに負けないように成長してもらおうかなというふうに思ってます。それからもう一つは、ちょっと前にですね、畑の方に庭木を剪定した時の枝を運び込んだんですけれども、この枝をね、焼いてしまわないといけないんですね。ただ今日実はちょっと雨が降ったんです。ですので、運び込んだ枝とかももう濡れてしまっていると思われるんですね。ですので明日はちょっとね、
火を使う作業はできないかもしれないです、焼き芋もやりたいよねなんていうような話をしてるんですね。焼き芋したり、それからスモアって言いまして、マシュマロをその焚き火の火で焼きましてね、チョコレートとその焼いたマシュマロを一緒にクッキーに挟んで食べるというそういうねお菓子もやってみたいななんていうような話をしてます。何をするにしてもね、とにかくみんなで寄って集まって楽しくやりたいねって言ってるんですけど、お天気がどうなるかですね。多分明日は降りはしないんでしょうけれど、火を使う作業はまだ無理ということで、豆の苗をとにかく植え付けてしまわないと、もうそろそろ霜降ってくるような季節になってきてますので、植え付けてね、霜がかかっても大丈夫なように上にたっぷりと藁をかぶせてやって、冬の間にしっかり大きく成長してもらおうという、そういう話をしております。ポット内のまんまでね、霜がかかってしまうとやっぱり霜で焼けてダメになってしまう可能性がありますのでね、早く植え付けないといけないですよね。ただ明日お天気どうでしょうね。晴れたらいいですね。ちょっと曇ってるともうこの季節はすごい寒いです。明日は朝から畑に行って昼から会議でということで、結構バタバタになるかと思いますのでね、今、火曜日の夕方も5時前なんですけれども、明日の分の撮影をしてしまおうということで大急ぎで撮影しております。動画外のところで、上まで塗ってしまいました。そしたら、ここまで来ましたらね、最後もうこの身ごろの裏の方に糸をこう引っ張り出しまして、でここで一回私いつでもね、向こうから出た糸をこっち側からもう一回くるんとこうね引っ張り出して、ここを輪っかになるようにしてギュッと一回引っ張る、引っ張る、引き締めるようにして、で糸始末しておきます。こうするとね、抜けてしまったり、脇のここが開いてきてしまったりするような心配がないですのでね、一回くるっとくるっと糸を回しておきます。で糸始末をしていきます。はい、このように今縫ったところのね、縫い代にこうかがりつけて糸を切っておきます。はい、これで脇のところが剥ぎ合わさりました。では身ごろと縫い付けていきます。はい、それではですね、身ごろの方に編み付けていきたいと思います。はい、身ごろの方ですね、身ごろは中表になるようにしてください。外側にね、裏が向くようにしてくださいね。でそして袖の方は外が表になるようにしています。そしてこっち側がね、縫い目ですね、縫い目になっている方が自分の方に向くようにして、このまんまこの袖のホールの中に袖を突っ込みます。はい、でこのまんまね、縫っていくわけなんですけれども、まず脇の下、ここのところね、ちょうどこの分かれ目のところが中央になりますので、ここで何かね、待ち針代わりになるものでここを留めつけておきます。そしてこの目数数えまして、ちょうど真ん中になるところ、後ろが39目ですね、で前が38目になるところで印をつけておきます。ここですね。はい、でここが、ちょうど縫い目の中央のところね、ここに来るようにだいたいで印をつけておきます。この状態でかがっていこうかなと思います。ではね、かぎ針1本用意していただきまして、はい、かがりつけていきます。でこの時もね、あんまりこう厳密にね、ぴったりぴったりしなくても大丈夫だと思います。多少ね、半目ぐらいずれたところで
大きな影響は出てこないですので、では縫い付けていこうと思います。はい、では手前のね、身ごろの方の一番端っこの目のところに針を入れました。それから袖の最初の目に針を、かぎ針を入れます。そして奥から糸を引っ張り出してきて、身ごろの方も引っ張り出します。はい、でこれで一目編めましたので、最初の竹の針の方にかかっている目を落とします。はい、次です。はい、身ごろの方、端っこの目が2本かぎ針にかかるように、針を入れまして、で袖の方の目にかぎ針を入れます。そして引っ張り出してきて、身ごろの方も引っ張り出して、でそのまま最初のこのかぎ針にかかっている目ですね、これも引き抜きます。はい、このようにして次々編んでいきます。これもね、ちょっと私かぎ針の使い方があんまり上手じゃなくてぎこちないですが、ゆっくりやっていくとできると思います。でね、かぎ針を通すこの身ごろのね、穴のところ結構ねアバウトに私は見てるんですけれども、表返した時にこう、ね、だいたいこう筋がこのハートの目の中心のところですね、この筋が見えるかと思うんですけれども、この筋を目安にこうかぎ針を通していったらいいかなと思います。で次はここですね、さっきの時にここに通っているので、次ここに針が通るようにこう入れてやります。はい、でこう、引き出してきて全部引き抜くという、こういうやり方でね縫っていってもらったらいいかと思います。で袖側と身ごろ側の目数ぴったりにならないので、その時はもう多少ねずれても構いません、大丈夫です。で、できればね袖の側が、上のこの肩の一番頂点の部分でちょっとね余り気味になるぐらいな感じで縫っていただくと、これが肩の身ごろだとしたら、そこにこうちょっと袖がかぶさるような感じでできます。袖の方に身ごろがかぶさるよりも、肩の身ごろの方にちょっと袖がかぶさり気味になる方が綺麗に仕上がるので、ちょっとね袖の方の目をこの袖山のところでちょっと余らせるぐらいの、いや言葉がねよくわかんない、そういうぐらいの編み方でかかってもらったら、この説明でわからないですよね、説明が下手で申し訳ないなと思うんですけどね。はい、もしねそれでそんな説明じゃうまくできないわと思われる方は、身ごろ側のこの拾うべき目ですね、その目の数 と、袖側のこの針にかかっている目、これの数をぴったり同じにしていただいたら、もう間違いなくぴったり合うと思います。もう私はいつでもね適当なので、今言ってたようなねそういう変なもし数が合ってこなかったら、まあ、袖の方でてっぺんで余らせるぐらいの方がいいかなというような、そのぐらいの程度でねやってますので、でもそれでもねちゃんと着れるものが仕上がってますので大丈夫だと思います。ではね動画外のところでどんどん編んでいきますね。はい、動画外のところで編みつけました。こんな感じになります。まあ肩の山のところで余らすぐらいにって言ってましたけど、結構きっちりねぴったりいけたと思います。はい、ここがねもうまっすぐのラインなんで、T 字になるような形でね袖付けできたんですけれども、これがもしねこの肩のところにこうクリを入れて、で、袖にも袖山をつけてつけますと、ちょっと袖がねこう斜めにこう下にね降りるような、こういう形でね袖付けできるような形になります。その辺はねここの栗の作り方
ですね、袖ぐりの作り方、それから袖山の付け方によってこの角度っていうのは変わってくると思います。でもこれでも十分ね、綺麗に仕上がってるかなと思います。こんな説明で大丈夫だったでしょうか。もしできない、わからないっておっしゃる方、また質問していただけたらいいかと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。